それだけです。白い方は正直まだ掴めてない。燃費のこともあるので、まず乾燥壊さず乾燥が前提かな。乗りながらちょっと詰めていこうかなと思ってます。こっちは割と真剣にいきます。応援よろしく。お腹空いて豚丼が食べたいので、しっかり第一スティント走り切ってご飯食べようと思います。バランスもいいので、安定したラップを刻んでるので、このまましっかりバトンをつないで、圧倒的なね優勝で終われたらなというふうに思ってます。連続のスティントお疲れ様でした。いやでもまあ公式戦とかじゃないんで、それなりのペースで周回するってことで割と元気楽しかった。耐久は面白い。まさかの。まずガードレールぐらいは行ってます。あ、そういうのなんかね、止まっちゃってるんですよ。どういう状況だ。おめでとうございます。どういうこと。チーズいいか。はい、はい、オーケー。すいません、じゃあ機械かけて。大きな拍手をお願いいたします。浅井選手、佐藤選手、市川選手、長男選手、いいですね。よいしょ。小さいお子さんいるんで勝てないように。ふる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 。聞いて、聞いて、聞いて、聞いて。
そして、はい、お疲れ様でした。そしておめでとうございます。よく思ったね。思ったよ。ちょっと残ってた多分。最後やっちゃったから。いやでもそれでガス欠したら俺たたき殺される。ダメダメ。初めて車降りてから。ファーストクラス、あるさかの、セルに手突っ込んだり、配線手突っ込んだり。お疲れ様でした。優勝できて嬉しいです。よかったです。イエーイ、ありがとうございます。また来年もお願いします。お願いします。かっこ悪い。やっと勝ちのポディウムの中央に登れました。次はビータの最低で浅井さんと会いたいなと思ってますけど、こっちしたらどうなることやら。LD もいい結果出してもらいました。これでいけです。これがあるから生きていられます。お疲れ様です。お疲れ様です。最後はねスピンしちゃったんです。最後はですね、はい、ちょっとアクセル踏んだらタイヤが冷えててくるっと回ってしまって、ちょっと止まってしまって、心配かけました。で、今度それのせいかエンジンが今度始動することができなくてレッカーになってしまいました。まあレース中じゃなかったらねまだ良かったんですけど、ちょっとお恥ずかしい内容で申し訳ありませんでした。結果が良かったんでまだ含まれています。ありがとうございます。これでトカチのレースは終わりですね。ただまだ貸し切り占有でのグランプリでのビートアタックがあるので、ちょっとなかなか超えられないタイムを叩き出そうかなと思います。